演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらローソンのティラミス商品3種類がございます。まずこちらのお抹茶ティラミスロールケーキ、ティラミスパン、こちらのチーズみたいなもチーズティー、お抹茶ティラミス、この3種類がございます。ティラミス、あのほんのさがいいんですよね。でも今日はその肉はただのティラミスじゃなくて、パンとかケーキとかお餅とかいろいろ入ってますね。最近はティラミスもほんといろいろ出てます。ではまずこちらのお抹茶ティラミス、モチーフから食べたいと思います。でないとお抹茶が潰れちゃいますからね、途中で味を変えたいんですよね。中身はこんな感じですね。ちょっと大福っぽいというか何というか。ではいただきます。この小ささでこれだけほろ苦いって本当にすごいです。抹茶の風味もいいですね。いや抹茶が主役か。次はティラミスパンです。ティラミスみたいなパンっていうことなんでしょうけど、上のココアパウダー大丈夫かね。こんな感じですね。蒸しパンみたいな感じにしますけど、ちょっと見た目に反して、あの包み紙みたいなのがないんですね。でなんで見た目に反して、どんな判断をするのかって思います。中身はこんな感じです。ティラミスのあのほろ苦いココアの香りがしてきましたね。ではいただきます。ティラミスとはちょっと違うかな。でも風味は確かにティラミスですね。いやどっちなんだよって突っ込まれそうですが。はい、こちらラストはお抹茶ティラミスロールケーキ、ローソンお得意のロールケーキ。今回はお抹茶ティラミスっていうちょっとひねった感じになりますね。おっと、表面のこのラミネートって言いますか、そういうのにもちょっとひねりが入ってますね。葉っぱが入って、さすがに葉っぱが上に乗ってないわけではないですよね。でははい、こんな感じです。生地は、ではいただきます。最初に食べたこのモチーズティラミス、お抹茶ティラミス抹茶は、じゃなくてお抹茶ティラミス抹茶じゃない、お抹茶ティラミスはもっちりとした周囲の牛皮の中を噛むとちょっとほろ苦い抹茶クリームとチーズの酸味がその中にふわっと広がってきて、とっても美味しかった。しかもちょっとちょうどいいサイズで食べやすかったのがいいですね。あのサイズでここまでの抹茶を感じられるのは本当にすごいと思いましたので、こちらの点数とさせていただきました。そして2つ目のこちらティラミスパン、こちらは本当にティラミスみたいな味わいのあるチーズクリームと、ちょっと最初見せられなかったんですけどコーヒークリームも中に入っていて、上の方にクッキー生地があってココアのほろ苦さもあり、普通のティラミスとはまた違った美味しさがありません。ただちょっとクリームとかココアパウダーが手につきやすいっていうのが難点なので、ちょっとパンにして食べるには向かなかったかなという部分もあるのですが、純粋に美味しく感じることができる変わり種ティラミスだったので、こちらの点数とさせていただきます。本当あとは手の部分汚れにささいなんとかなればね。で最後に食べたこちらのお抹茶ティラミスロールケーキは、最初食べた時はちょっと抹茶の風味弱いかなと思ったんですけど、食べ進めていって抹茶エスプレッソソースにたどり着いた時に抹茶の香りが一気に広がってきましたね。クリームはどちらかというと食感なのですが、エスプレッソの風味はそれをいい感じにカバーしていて、とっても美味しかったです。マスカルポーネクリームも抹茶を邪魔しない程よいさっぱり感がありましたので、こちらの点数とさせていただきます。どれよかったかな。でもこんな風に食べてると時折胃が、でそんな時にはこちらな時にいいのがこちらソルマッキー腸液プラス。まあ普段からこんなの持ち歩いてるわけじゃないんですけどね、なんで今日できないのかあるんだろうって感じです。まあちょっとケアも必要ですからね。自分お酒は飲めないんですけど、ではこちらで飲んでケアしたいと思います。食べた後はしっかりケアって、そういうのは毎回やらなきゃ意味ないですよね。なんで今回に限ってやってるんだって突っ込まれそうです。ようやくは口に逃がしていますが、ちょっと苦味がやっぱりありますね。薬なんてね、薬、あ、市販されるようなああいう薬とはまた違いますが、なのでちょっと人を選ぶ味かなと思います。まあ薬の味の量表をしても仕方ないのですが、なので
ちょっと飲みにくさはあるかなということで、こちらの提唱させていただきます。こうでも効果は期待できそうですね。もしようやく精神で、ガーナの辛抱しなくて。七福神参り、砂漠で今日の終わり決定。いや、砂漠で七福神参りしててどういう状況なんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。塩分、塩分。